どうも皆さんこんばんは、長谷川博己です。というわけで、どうも、なんていうかですね、日曜日の夜ですからね、まあだいたいお休みの日の夜は家族団らんで、いろんなこのテレビなんかね、最近テレビ離れなんてこと言われてますけども、まあ見てるうちもあるんでしょう。まあ今日は、大河ドラマがね、やってますから、麒麟が来るっていうんですか、8時からですから、私もまあ大体ね見てるんですけども、何ですか、明智光秀のね、生涯を描くという、明智光秀、明智光秀ってちょっと前の大河で春風亭小朝師匠やってましたけどね、でそれが長谷川博己になるというですね、どういうことなのかよく分かりませんが、でまあ大河ドラマっていうのは、私も見るときありますけど、まあ、時代劇っていうんですかね、で大体みんな筋が分かってて見てるっていうのも不思議だなと思いますよね。だから明智光秀はそのうち裏切るんでね、で本能寺の変で信長を殺すんでしょ、なんでみんな見てんのかなって思いますよね。それは変わってくんだったらね、どうなんのかなと思って、見るんでしょうけどね、もう筋分かってるのにねと思いますけどね。で信長は染谷翔太さんっていうのはやってますが、私の中でも、大河の信長っていうともう渡哲也さんしかこう頭浮かばないんですよね。ちょうど浪人してる頃に玉金がはみ出た竹中直人さんの秀吉やってたんでね、あのイメージなんですよ。で八須賀小六が大仁田厚ね、そうなんですよ、で滝川一益がねあの人ですよ、出てこないからチャットでつぶやいてくれ誰か、なんかカマキリみたいな顔した役者さん、あの人ですわ、でまあだからなんつかな、録画してくださいよ大河とか、別にいつ見たっていいしね、来週の土曜日には再放送しますからな。で今日は9時から、なんで私テレビの宣伝ばっかしてかよくわからないですけど、ノーサイドゲームっていうのは総集編やるそうですよ。ノーサイドゲームの総集編、大泉洋さんのやつですかね、大泉洋さんが川浜高校の、監督で、あとイソップとか出てきたり、あと岩崎良美さんがマネージャーでね、でこう梅宮達夫さんがラーメン屋の主 で和田アキ子さんがそこの女将さんでっていう、ノーサイドゲーム、あ違いますか、ノーサイドゲームでしょう、ね、そういうことですよ、それは9時からだから、でこの番組っていうかこの YouTube も結構注目されてて、意外とこのなんていうかね、取材が急に立て込んできまして、ここの5日間でね、この間天下のほら三大師の、何でしたっけ、何だっけ、三大師の鍋常さんが偉い人って、鍋常さんね、あそこですよね、原さんがこうやってやってるこういうやつですよ、あそこに取材されて、なんでも5月から5月の一月ね、土曜の朝刊に私が1週間に1回取材されるらしいですよ、で急でね、先週電話かかってきて、いいですかねとか言って、その記者さんが、もちろんですよって、急ですねって言ったら、すいません穴が開いてしまいまして、取材する対象がこうなんかドタキャンじゃないけどダメになっちゃったらしくてですね、で誰ですかって聞いたら大泉洋だってんですよね、なんか映画のねプロモーション兼ねてた映画が延期になっちゃって、だから今載せるのもなんだろうっつんで、だからそれが延期になって、大泉洋の穴を私が来月読売新聞で埋めますから、よかったら皆さん見てください、多分埋まらないと思います、穴開き放題だと思いますけどね。で9時からだからノーサイドゲームが始まりますから、まあ別にもうやったやつですからね、再放送だからね、そんなにと思う人もいるかもしれませんけど、だからなんですよ、だから麒麟が来るとノーサイドゲームごちゃごちゃにならないようにしてくださいね、明智光秀と織田信長はノーサイドにならないですからね、ちゃんと決着つきますからね、そういうことですよね。この頃体調がよろしくて、だいたいなんですよ、
こういう鳥がね、だ本来だもう一回説明しますと、もう見てくださいよ、あの5日目まで、うん、アーカイブと残ってますから、うん、見りゃいいんだそれを、うんうん、で上野の鈴本演芸場の4月の下関の夜の鳥、それのまあ撮れや撮れないから、じゃあこういうところで都内某所でやって生で配信して、8時10分でなんでそんな半端な時間からやってるかというと、鈴本演芸場の鳥の上がり時間が8時10分なんですわね、だから同じ時間にこう上がってるっていう、そういうなんていうか私のこの、ね、熱ですよ、それを感じてもらいたい、うんうん、昨日ありがとうございました。なんか初めてスーパーチャットっていうのやったら莫大ななんか1兆5000億ジンバブエドルがこう入ったんだそうで、ありがたい限りでね、いやだから別にお金とか本当に、まあ、正直いいんですけど、うん、こういうのは別にいいんです、うん、落語喋れやそれでいいんだけど、うん、どうしてもこうなんか払いたいんですっていうおっしゃっていただける方がいる、昨日も言ったんだけど、うん、払いたいってそういう人だったらもう払わせてやった方がいいかなっていう、そういう私の気遣いですわね、それはね、うん、払わせてあげたいなと、うん、それで皆さんのこの魂が浄化されるんならね、それでいいんじゃないかなと、別にもう欲してるわけじゃないんですよ、志ですから、そういうのね、うん、あこうやって宗教っていうのはできていくのかなっていう気がしますけども、うん、別に宗教の話はしませんが、だから飲んでないんだここのとこ、飲んでるんだけども表で飲まないから、だいたい鳥の時は10日間ほとんど終わると、うん、表で飲んでそれから家に帰るんですよ、うん、前座さんとかね、楽屋にいると、じゃあ行くっつって、まあ、新内の師匠が行くって言ったらそれは逆らえないから、うん、みんな嫌々来てるのは自分でも薄々分かってますよ、うん、ありがとうございますってみんな言ってますが、うん、なあ行くよな、うん、お前に言ってんだ弟子、うん、ちゃんと全部ご馳走してんだろ俺な、そういうことだな、本当だよ、うん、だ毎日結構飲んで、表で飲むと結構深くなるでしょ酒が、大体みんなそうだと思います、好きな人は、うん、表で飲むと本当だから、うーん、9時ぐらいに飲み始めて、じゃあ生ビールジョッキで3杯か4杯ぐらい飲んで、その後、うん、最近好きな芋焼酎のなんかソーダ割りみたいな、あれ軽くてね、 あれいいですよ、でそこにレモン絞ったりなんかしてね、ちょっと上等な飲み方でカットレモンとか言いながら、うん、で唐揚げについてるレモンもちょっと使ったりなんかするんですけどね、絞って、それで焼酎のソーダ割りみたいのどかすると5杯ぐらい飲んじゃったりなんかして、いい心持ちになって、じゃあちょっと日本酒でもみたいなことになりつつあって、だそうすると大体日付が変わるぐらいまでは飲んでますからね、毎日のようにね、そんな具合ですから、大体鳥の10日間っていうのは結構もうぐったりしながらやってるんですけど、このところだから終わるとすぐまっすぐ家に帰って、でかみさんがまあ食事作ってあるのを取ってあるから、うん、それつまみながらこう飲んでると、本当にもう缶ビール1本か2本飲んで、それから焼酎1杯ぐらい飲んで、それでもうおしまいですからね、うん、何が言いたいかっていうと、もうちょっとね、もう日に日にこう自分がこうどんどんこう上がってくっていうのかな、もうなんかこうえらいことになってんなって感じがしますよ、うん、今6日目でしょ、7、8、9でしょ、10でしょ、こっからだよ、うん、こっから、うん、今自分に言い聞かせてんだけどね、うん、こっからえらいことになるから、うん、うまい酒飲みたいですからね、どうしたってね、そう思いますよ、うん、キリンが来るやってんの、くそくそってことはねえけどしょうがない、向こうのが先にやってるってスケジュールできてんだからね、こっちが後から、だから向こうは意識してんだろうね、当ててやったな長谷川博己にと思ってね、コテンパンだよ本当に、うん、信長が染谷翔太この間で浦安鉄筋家族で花丸貴くんやってくからさ、同時にやるってのすごいね、信長とね、戦場とかで着物脱げてくんじゃないの、裸になっちゃうんじゃないの、うん、ああいうのも考えた方がいいと思うけどね、あのプロダクションみたいなね、うん、だからそれはすごさなんでしょうな、役者さんのね、いろんな役をこう、うん、で染谷ってのもね、染谷って読ませてもらいたいよね、
うん、別にどうでもいいんだけど、ぐずぐず喋ってるなと思いかもしれませんが、だいたいいつもこんな感じで寄せでも喋ってまして、キリンが来るか。あるお長屋にラクダという人がいました。まあ、キリン、向こうはキリンだったらこっちはラクダで、じゃあね、これあだ名で本名馬さんって言うんですな。だから馬って名前はないから馬太郎とか馬吉とかそういう名前なんでしょう。であだ名がラクダ、どういうわけでラクダかというと、その時分大陸から日本にラクダという動物が見せ物で運ばれてきて、これを見て、日本の人は江戸っ子はなんだやら、図体ばかりでかくてのそのそして気持ち悪いね、なんか何考えてるか分かんねえしな、でけえしこうなんかよだれ垂らしてニヤニヤ笑ってるみたいに見えるし、気持ち悪いなあれな、あ本当だな、うん、なんかラクダさん見てラクダだあれな、ラクダっつって、馬さんって人は同じようなもんで、図体ばかりでかくて何考えてる分からなくて乱暴者でね、周りから嫌われてる、ラクダみてえな男だからラクダの馬さん、ラクダの馬さんなんてこと言われて、そのうち本名を取っ払っちゃってラクダさんなんて言われるようになって、ああ同じようなのが集まってくれて、おいいるかよラクダ、いてんのかおい、ラクダわかんねえな、開けるぞ、ね、寝るじゃねえか、おう起きろラクダ、おい俺だ、おうん、おい起き、死んでる、ああこれふうふうふうな、ゆんべ俺らでばったらだったんだよ、どうすんだその夫婦だったら、てめえでさばいてくんだってそう言ってたよ、当たったらどうすんだったら、こんなもんこっちで当ててやるってんなこと言ったけどな、さすがのラクダも夫婦には変わらなかったかよ、どうすんだこれな、売っちゃったわけにいかねえしな、こっちも兄兄ってよ、ずいぶんこう頼ってくれたんだよ俺のことな、弔いを揃ったって金がねえし、弱ったのこれな、クズーい、クズや、お笑いクズやでござい、お笑いもないござんせん、いいとこ来たクズや、おいクズや、クズ、あここはいつも声出さねえで通るとこだって、またラクダさんとこだよおめえ、あれかえこれかえってもっと金ってと殴られるし、どうしようかな、もう聞こえねえふりして帰っちゃうから、どうする、もうまたまた後で殴られるしな、どうぞグズグズ言ってんじゃねえよ、減ってこいよ、しょうがねえ、もう一回ちょっと、へっ、あ、ここラクダさんのお宅でございますよね、そうだよ、あのラクダさん、うん、お休みですか、お休みだよ、生涯起きねえんだよ、寝ちゃってんだよ、え死んだよ、え死んだよ、死ん、またね、死んだ、なんだまたっつうな、またもケツもあるかい、ふぐに当たって死んだんだよ、そうなんですか、ふふっ、嬉しそうだな、これ嬉しくないですけど、フグに当たって死んだ、ああ、じゃあフグ死んだんすかね、何よこれ、やるか苦しい、あったてめっこの野郎、め人の一心シャララ冗談で済ますんじゃねえと、いかにしろの野郎、すいません、俺はこの野郎の兄弟分でな、蝶の目の判事ってんだ、覚えとけ、言ってみろ、今舐め寄せたろ、言ってみろよ、ちょろちょろ半助、なんだちょろちょろ半助っつうの、蝶の目の判事だ、覚えとけな、すいません、蝶の目の判事さん、この野郎のな、弔いの間に落としてんだけどよ、金がねえんだよ、ああなんかこの辺にあるのばったり買ってけ、いやあの買えないんですよ、ラクダさんのお宅にあるのはあのクズばかりで、おめえクズやだろ、いいじゃねえかよ、急いや困るんですよ、あのねだダメなんですよ本当に、へっついあれ、へっつい、へっつい買ってけ、へっついよ、へっついこれ見た目ちゃんとしてんですけどな、ね、持ち上げると崩れちゃうんですよ、泥買うようなもんでございますからダメなんですよ、七輪がある、七輪があるんですけど、七輪もね周りこう針金で鉢巻きしてましてね、うん、これちゃんとしてるんですけど、ね、針金パッと外すとねパカッとこう花が咲いちゃうんですよ、七輪が一輪になって、てめえぐらいわーたこれ、すいません、思いつくと言っちゃうんです私、ごめんなさい、もうそんな言いません、ペロッとに、ドビンがある、ドビンのあるんですけどね、鶴もついて蓋もあるんだ、蓋もあるんですけど、そこがないんですよ、そこがないドビンっていうのはなんかつきにくいんですけどね、なんか買えってそう言ってんだよ、買えよおい、ああすいません、あの
これあのお線香台です。お香典ってほどじゃないですけど、よかったら取っといて。ありがとうな、ありがとうな、ありがとうなっつってんだよ。すいません。何度謝ってんだ、こっちは礼言ってんだよ。じゃああの月場のうちどこだ。え、月場さんのお宅ですか。あ、長屋の入り口の方行ってこい。あのこれから商売に行かなきゃいけないんちよ。高専まだ稼いでないんで、釜の蓋開かないんちよ。金がないと、あの住所貸し屋に5人子供がおりまして大変でございます。本当にあの、行ってこいよ。行ってこいってそう言ってんだ、行かねえのかおい。あの商売に、じゃあいいよ、行きゃいいよ商売な。子供いるって教授に面を追わんとけ。お前生きたあと2、3日だぞ。行きますよ、行きます、行けばいいんでしょ。なんだ行けばいいんでしょってのね、やろ。出会金度は、得意先に不幸があったら働くの当たるめだろ。行かせていただきますって言うんちょめ。行かせていただきます。忙しいとごめんね。行ってこい。ああ、ラクダが死んだってな。でまあな、長いには、まあ、主義武士の付き合いがあるだろうから、香典かき集めて持ってこいって。そういえな、生地品物だと邪魔だからよ、金で持ってこいって。生で、ああ行ってこい。香典の最速ってなっちゃったな、なんか虫が良すぎやしません。いいから行ってこいよ。あ、そうですか。じゃああの、ああちょっとな、いいよ、ザルとかね、預かっとく。取るわけじゃねえよ、ずらかれるといけねえからな。来いって言います。なんだよ、主張の目の判事だって、ラクダさんより怖えよってなっちゃったな。ほんとに、おいくい、あーないクズ屋さん。ないよクズは、この間来たばっかりじゃねえか。そうじゃないんですよ、あのラクダさん、もう驚いた。じゃあ急にラクダとか言うなよ。もうなんかまた殴られたの、引っ叩かれた、いじめられた。俺に言われても困るんだよ、みんな苦労してんだから。どうしたの、診断つ、え、診断つ、ラクダさん、そういうことよくあるんだよ、ラクダが死んだよ喧嘩でって言ってみるとね、相手が死んでんだよ、間抜けてんだよ、ラクダの相手が死んでんだよ。ラクダ笑ってんだ、おほほほっつって、がっかりするんだ。そういうの、まだ聞き間違いだからな。そうじゃないんですよ、あのフグに当たって死んだんですよ。私見てきたんで、あのそれを伝えに来たんです。そんなわけないやな、フグに当たってるあれは死んだわけないよ、本当なんつ。何言ってんだよそんな。本当にフグに当たって死んだの、本当。はい、本当です。おい大変だ、そら、おい誰か、たっ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 たラクダが死んだって。いや、フグに当たって、本当に、いや、クジラがね、知らせに来てた。そらか、嬉しいね、ありがてえ。そうなんて呼んでですね、兄弟分って方が来てまして、蝶の目の判事っていうね、どうせチンピラチンピラですからね、顔中傷だらけのおっかないっちゃな、こんな顔してましてね。それでですね、長屋には主義武士の付き合いがあるだろうから、香典かき集めて持ってこいってそう言ってました。ね、生地死んだもんだと邪魔だから、生で金で持ってこいってそう言ってましたんで、伝えに来たんです。よろしくお願いします。おい。何言ってんのそれ、バカなことを言いてないよ。おめえさんざっぱらいじめられてるラクダにどんな野郎か分かってんだろ。主義不主義の付き合いあるよ、知ってるんだこと。あの野郎あんなことしたことなんか一度ってねえんだよ。これだってそうだ、寄りやがって、しょうがねえから割り前出してくださいラクダさんったら、ねえっつんで、ないじゃ困るし、お願いしますよ、ねえからおめえ立て替えといてくんねえかってこう言われたから、立て替えたよ。当日になってこんな飲んでうわっと大騒ぎ、人暴れして、明くる日、昨日のあの割り前お願いしますったら、ねえっつんだ、ないじゃ困る、お願いしますったら、これでもこれパーンだよ。奥歯折れたんだよ俺、で立つ子なんだ、この間ね何もしてねえのに面白くねて横面パーン引っ叩かれて、耳がビン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 鳴ってね、困ってるって、そういう乱暴なんだよ。たっさん死にゃ仏出してやろうじゃねえか。聞いたかおいクズや、えらいね、たっさんは死にゃ仏だってよ。言えないよ、なかなか人が良すぎんだよ。あったあった、じゃあじゃあ、そりゃこれで縁が切れると思うよね。おんのじだこっちだって貧乏だからね、みんな多い少ないよと困るよ。いいかい、そう言っといて。すいません、ちょっとお願いします。早く逃げちゃった方がいいよ、んなやつは。ろくなことねえから、行ってきました。どうだった、ラクダさん評判悪いしね、本当に。誰がラクダの評判聞いてんだこの野郎、ここで来るな、この野郎聞いてんだバカ。あの奥歯ボーンで耳がピーンで、おい少ないわ困るって、そう言ってました。落ち着け、
うんのか、来ねえのか。うんのか、それならいいんだよ。ご苦労さん。はいはい。ザルと分かるよ。大家の家とこだ。あの、この真裏です。行ってこい。勘弁しがないねえってにねえ親方、あの私これから高専稼がないと釜の蓋が開かないんですよ。住所貨車に5人います子供が、はい、大変です、子だくさんです、はい、あのでもお願いします、あの商売行ってこいって頼んでんだよ。あのすいません、あの商売に行ってこいって頼んでんだろこっちがよ。頼んでるって頼すいません本当に、あのはい、じゃあ分かった、悪止めしてな、すいませんでした。ああ、じゃあちょっと商売行く前にこっち来て耳貸していただけますか、くず屋さん。なんでそんな急にご丁寧な、そんな、え、来いとか言ってもらった方がなんか生きいいっすね、それね。こっち来て耳貸していただけますか、くず屋さん。そうっすか、何が聞けるのかな。あ、はい、なんでしょう。自分で自分の腹渡をご覧になったことありますか。見ます、案外とね、いい色してんですよねえ。見てくれ、行きます。あやからそういう子の野郎な、俺のとこ行ったらな、ラクダが死んだってそういう、うん、まあな、うん、見え張ることはねえや、トムレの真似事でもしてえけど、金がねってそういう一文なしだってな。あ、まあ大家さんはお忙しいでしょうから、おいでいただかなくて結構ですってそう言っとけ。ああ、まあ線香あげに来るやつもいるだろうから、まさかカラッチャで消すわけにはいかねえからな。ああ、遠慮のねえとこ言わせていただきますと、ああ大家といや親も同様、田中とや子も同類だ。ああ、いい酒三条な、酒悪くてな、頭にピンときて明日の仕事に差し替えるといけねえから、いい酒三条と芋はす こんにゃくごぼう、こういうものをどんぶり鉢に3杯甘かにいたものな、持ってこいと。それから夜中腹減るときにから握り飯三条握って持ってこいって、そういえどうや、それ誰が言うんですか。俺は誰に言ってんだ。おめえに言ってんだこの野郎。おめえに言ってんだってんだね、あんた何も知らないからそういうこと言うんですよ。ここの大家さん本当に陰謀で取ってましてね、しみったれな大家で、本当にね、あのそんなに言ったって出しはしませんよ。言ってこい。いやそうだ、出しますよ。だってラクダさんだって棚地に溜まってんつから、本当に。なんだ棚地に溜まってろってな、払ってねっつうのが、おとり目じゃねえかね。こんな小ぎたねうちにな、おもしの代わりに住んでやってんだこっちは。棚地に取ろうなんて泥棒だよこの野郎。そんな、なんか新しい考え方ですねそれ。え、泥棒がそうすか、じゃあだだいいから行けで、やで、いいや、あたあた、じゃあ出すの出さの言ったらな、死人のやり場に困ってるって、そういえ大家といや親も同様、他のこといや子も同類だから、親なんだから死人担ぎ込みますって、そういえいいなもう、ただ担ぎ込むんじゃ面白くねえからな、死人にカンカンのを踊らしてご覧に入れますって、行ってこい。そんなお金がいい、行ってこい。なんだよもう、今日もものすごいいい天気だからもう商売頑張ろうと思って表出たのに、なんだよもう真っ暗だな、目の前やだな、大家さんもう怖えんだよと、どっちが怖いって、もうしょうがねえな。ごめんください、大家さん。はい、どうなった、うん、どんどん叩かないでくれよ。おいばあさん、なんか誰か来たよ表、え、腰が痛い、私だと同じだよ、なんかうるさいね、いやババだね、はいはい、どちらさんだ、開ける、分かった、今開けますから。やろう、クズ屋じゃねえか、何しに来た表から。あのすいません、すいませんじゃねえんだ、クズ屋の分際で表から来るやつがある、裏へ回れ裏へ、すまけろ、ね、そうじゃないんですよ、あの今日クズ屋じゃないんですよ、また商売買いか、驚いたねお前は、どんな儲け口があるんだよ、コロコロ商売変えていいか、路頭に迷ってるお前をクズ屋に仕立てて、こんな出入りできるしやったら誰のおかげだと思ってんだ、私だよ、その恩を忘れてお前何また始めようってんだ、儲かんのかそら、なんかすぐ人に騙されて口車乗ってお前、恩を忘れて、それいやいや、そういうことじゃないと、恩は覚えてますけど違うんですよ、あの大家さん、あの違うんですよ、今日はクズ屋なんだ、あったら裏へ回れやっちゃうんだ、用が違うって話ができないですから、ね、早くしろ、私だって忙しいんだよ。なんだその世ってな、あのですね、あのラクダさんが、バサ聞こえたらどうすんだ、ラクダだって、ラクダって聞いただけでひっくり返って泡吹いちゃった、バカと、この間なんか落語聞きに行くかったらひっくり返っちゃったんだ、ソケロって聞こえたらどうすんだ、大丈夫、
またいじめられたのか、殴られた蹴られた、私に言われても困るんだよ本当に、我慢しろ。そうじゃないです、死んだんです。何？ラクダさんが死んだんです。だるまさんが転んだ。二人でやんのか今から。じゃあちょっと離れろ。そんなん二人でやっても面白くないでしょ。だるまさんが転んだ、ラクダさんが死んだんです。なんだそのラクダが死んだってな、なんかの不調か、違う意味があるのか、ごきげんようみたいな、なんだそれ、クズ屋の不調じゃないです、死んだんです。死なないかな。なんだあいつ、いいか、世界中の長屋に漏れなく一軒に一人ずつあいつがいるんだったら私だって諦めがつくよ。なんであいつはうちだけにいるんだよ。なんだあいつはな、死なないかな。死んだんです、フグに当たって死んだんです。かわいいな。それは今表から来て私をちょいとしくじったよ。そのしくじりをね、埋め合わせしようなんて、その了見はかわいいけど、そんなことじゃ生まれはしないよ。お前そんな成功要求言ったって、それはでも嘘かなと思って、ちょっと嬉しいよ、ちょっと嬉しいけど、そんなお前、いや本当なんですよ。口から血出して目と目向こう向いてうーってなって、泡吹いてガーってもう死んだ、冷たくなってたんですよ。私それ知らせに来たんですよ。死んだんです、ラクダさんが、大家さん信じてください、本当なんです。死なないよあいつは、死なない、目でそうやってどうしよう、ラクダが本当に死なないよ、またそうやって、本当か、本当か、嘘だったらお前殺すぞ、本当にラクダが死んだ。ちょっと、血がたぎる、ラクダが死んだ、ばあさんラクダが死んだ、いやひっくり返ることなんだ、死んだんだから死んだ、フグに当たって、そうなフグ、いやもう、まあ、もう、まあ、なんだ、最終的にはフグだな、どういうことですか、よくわかんない、よくわかんないけど、いやいや、まあ、死んでた、生き返んないか、頭石で潰しとけ、ちゃんとにな、フグの亡骸か、フグの亡骸を、長屋の入り口の溶岩にこう、塚を作れ、フグ塚を建てろ、毎年この日はフグ祭りだ、うわー、落ち着いてください、落ち着いてください、落ち着いてられるか、死んだんだぞ、ラクダが、落ち着いてください。でですね、兄弟分って方が来てます、何でも来い、何でも来い、来てます、もうすでに。でですね、弔いの真似事をしたいと、何でもやれ、何でもやれ。で、大家さんはお忙しいでしょうから、おいでいただかなくて結構って言ってました。誰が行くか、行かねえよ、そんなもの。行かねえ、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 別に行かなくてもいいんですけど。で、線香をあげに来る人がいるだろう、いないよ、いないと思うね。いや、どうか分かんないですけど。で、まさかカラッチャで返すわけにはない。大家といや、親も同様、田の子とや子も同類、親子の間からで遠慮のないところを言わせていただきます。いい酒は三条、酒が悪くて頭にピンときて、明日の差し仕事に差し支えるといけないから、明日あの人何が仕事あるかよく分かりませんけど、言ってました、そうやって。で、芋はす、半分、こんにゃくごぼう、こういうの甘辛煮豚も、丼鉢に3杯と、握り飯を三条に行って持ってこいって、そう言ってましたんで、よろしくお願いします。痛い、何ですか、おやさん、何するんですか、おい、すまげろこの野郎、お前よくそういうことが言うな、大家といや親も同様、田の子とや子も同様、親子の間、あんなことは私は分かってんだよ、分かってんだ、田の子、あいつが、いいか、あの野郎はな、この長いにして一遍だって棚地入れてないんだよ、一つも入れてないんだよ、いいか、タナコじゃないんだよ、住み着いてるだけ、わかるか、俺んとこ来て頭下げて貸してくださいって言うから貸してやろうじゃねえか、頭なんか下げて見てくれ悪いけど、主要なやつだなと思ってね、貸してやったらそれからこれだよ、その日から一遍もタナチン入れてない、強敵が入れてもれてなって言ったら、ねえよ、払えねえってそう言うんだよ、ねえじゃ困る、出てけったら脇別荘一軒建ててくれ、出てってやるとか、そういうこと言うんだあいつは。この間もな、今日と今日は払え、払うまで俺はこう動かねえぞ、野郎のうちの上がりかまちんとこで大あぐらしっかりたら、本当に動かねえつか、おやさんってこう言うんだよ、動かねえったら動かねえったら、動いた方がいいと思うけどね、動かねえつか、本当に動かねえつか、そう動いた方がいいと思うよっつってな、押し入れガサガサやってんだよ、私はへそくりかなんか出してくんのかと思ったら、そうじゃないよ、こんなでかい清流塔ってのか、
あれ持ってきて、これでも動かねえか、うわー振り下ろして、いやーひっくり返ってな、またじゃもう命を関わると思ったから、泣きながらほぼ体ぶつけてうちまで帰ってきたんだ。その時だよ、下ろしたてのマサの通ったいい高い下駄、あそこに忘れてきたのは、野郎はその下駄を履いてうちの前をカラコロカラコロ湯に行くんだよ。そうそういう野郎だよ。下駄くれてやる、タナチンも棒引きにしやろ、それで満足しろってんだ。出る持ってかんなもの。わかりますわかります、気持ちはわかります、はい、ちゃんと言いました、その人に、出すわけないと。あっちの大家さんはしみたい、なんだこの野郎、しみじみいい人だってこう言ったんですけど、じゃあ出すの出さないの言ったら、まあしびと担ぎ込んで、ラクダさんにカンカンの踊らしてご覧に入れるってそう言えって言われたんですけど、はい、しびとはカンカンの、はあ、踊るの見たことないな、ばあさん、しびとがカンカンの踊るなんてな、はあ、見て見て、ぜひ見てよ、朝から退屈してんだよ。ああいうやつらはな、なことやこっちは言うこと聞くと思ってんだろ、何を言ってんだ、おい塩持ってこい塩、ってこのバカクズや、これでもくれ、ペペペ、なんだよって行ってきました、どうだった、清流とビューンって下駄からこで、ね、塩がペペペって辛かったです、大体わかった、カンカンの言ったのか、言いましたよ、見て見て、弟子見てってそう言ってました、ほうかい、あのザルと測り返してください、もうこっち来て向こうを向いてしゃがんでいただけますか、くず屋さん、 なんでそう、なんか丁寧ですね、嫌な予感がしますね、そういう時ね、なんかこうやれとか言ってもらう、こっちして向こうが座っていただけますかって言ってるんですよ、はい、なんですかね、はい、でもね親方ね、あの親さん本当にしみったりですからね、あのこうもう時間の無駄ですから、あやめといて、うわっ、で重たいですよ、何するんですか親方、やめてくださいよ、おもて、死んでんだから見てっつなら見せてやろうじゃねえか、おい立て立て、いやいや重たい重たいじゃねえよ、立て、うん、行こうじゃねえかな親のうち、あいいか、向こう行ったらな、この野郎俺に預けてな、おめえカンカンの歌え、あ俺腕ボキボキ鳴らして踊らしてやっから歌えません、カンカンのなんか歌え、歌えねえことはねえだろ、おめえ少年のガキだって歌ってんだよ、歌うんだよ、歌えません、歌わねえとてめえけ殺すぞ、いやけ殺されたくはない、はいはいはい、安易は上手、転ぶは終えた、はい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 、どこやどこや、ここが、うん、おつなが包んでやな、預けろ預けろ、よし、わあさ、あもてながら、あげてくれ、大家さん、また来たよ、この辺、何を、すいませんと、カンカンの呼吸のレッスン、呼吸で呼吸なんで、うわぁ酒出せ、酒を出せ、持ってきます、持ってきます、勘弁してください、ほんとにしたい、煮しめも出せ、煮しめが食べたい、持ってきます持ってきます、やめろやめろ、クズややめろ、お前が歌うのやめりゃ終わるんだ、踊れやめろ、ついでだからもうちょっと踊らせろ、勘弁しなさい、あ持ってきますから勘弁しなさい、踊りながら帰ってくぞ、肝が潰れるかと思ったよ、私はな、ばあさん、おばあさん、おばあさん、人殺し、2日で2人死にましたよこの長屋、えらいこと、えらいこと、えらいこと、死にゃ死にゃ、気失ってんだよ、ね、転がしとけ、やっ、あー気持ち悪い、ザラと測り返してください、もう一回言ってこい、勘弁してくださいね相方、もうあの光線がねないと釜の蓋が開かない、あの重症患者に5人子供が、何遍も聞いただろ、あと1件だから言ってこいよどこ行くんですか、表の八百屋ってのは名付けの樽借りてこい、名付けの樽どうするんですか、この野郎ぶち込むんだ、早桶の代わりにすんだよ、早桶、名付けの樽にラクダさん放り込んで
でも貸してくれますかね。貸すの貸さねえの言ったらな。カンカンのすか。だいぶ分かってきたじゃねえか。開いたら洗って消してそう言え。聞いた聞いたよクズや。なんかラクダが死んだってざまねえなやろな。フグに当たってああやりやんなフグはね。もう聞いちゃったから、そんな知らせに来たんでしょ。もうそうそう遅いよ。これからみんなでこんなことやろうってね乾杯するんだよ、はあ、おめえも好きなたちだった。やるこんなこと。うん。名付けの樽あるよ。あるけど、うん、早起きの代わりラクダぶち込んで冗談言うね。あんな野郎のために貸せるかんなものは。なや死人にカンカンの踊る面白い。死人がカンカンの踊んの。見たことね見たことね。ぜひ見てって言えその野郎に。ここは素直が一番だよ。なんだ素直が一番って。出しといた方がいいよ。おめえまで俺のこと脅すのか。見て見てぜひ見てぞい。次はちゃんと歌おう。ちょっと待っておい。なんだ次はちゃんと歌おう。どっかでやったの。うん、親だから早く言え。そういうことは持ってって持ってって。天秤棒もいや荒縄も持ってっちゃってね。開いたら洗って返す。いらないいらないいらない。よろしく言って。行ってきました。どうだった。花渋ってましたけどカンカンのが効きました。人間って弱いね。ご苦労さん。ザルと明かりよ。ちょっと待て。おめえがやわいってるうちにな、親んとこのババアがな、酒と煮しめ、握り飯持ってきたよ。生きてたよ。よかった。ほっとしたからもな。なかなかうめえんだからよ。どうだおめえ、やんねえか。まずい酒だからぶっかけてやろうかと思ったけど。いける酒なんだよ。やれよ。いや、私はこれから仕事に行くんで。いいじゃねえかよ。しみと担いで体が汚れてんだ。おめえは清めだよ。なあ、やれよ。下校か。いや、下校ではないんですけど。もうぐずぐずになっちゃうんですよ、お酒飲むとね。住所を貸しちゃいに来い。分かってんだ、それは。5人子供はいいんだろ、ご苦労さん。一杯ぐらいいいじゃねえか。飲めよ。飲めよ。飲まねえのか。俺が優しく言ってうち飲めってんだ、分かんねえか。すいません、なんか、じゃあこんな大きな器はラクダさんのお宅にあったんですか。買えばよかったな、これ。じゃちょっとで、ね、ひとったらしでいいです。お清めですから、ポタポタで。あ、はい、あ、もういけ。もう、あ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 、なみなみ。すいません、いただきます。ザルと計り返してください。いけるじゃねえかおめえ。なんだな、いいのもいっぷりじゃねえか。もう一杯いけ。もうすきっぱらで飲んでカッとなってますんで。ザルと計りいいじゃねえかよ。飲めよ。住所かよ。何度も聞いたよ。子供がいいんだ、ここにな。大変だから。景気づけだよ。飲めよ。飲まねえのか。俺が優しく言ってるうちに飲めってそう言ってんだよ。分かんねえかな、この野郎。どうでしょう。もういい。もうちょ、親方、さっき担当の飲めます。あっ、また飲めます。いただきます。いい酒ですね、これ。いや、さっき一息で飲んじゃったんで、まるで味が分かんなかったんですよ。ちょっと私心配してましてね。親さんのことだからね、へんてこな酒持ってきてね、親方がちょっと怒っちゃったらどうしようかなって心配して、これだったら十分ですよ。おいしい。どうも、今日はすいません。なんかごちそうになっちゃって。申し訳ないです。はい。今日はいろいろお世話になりました。勉強になりました。ありがとうございます。
当に偉いお方ですね。兄弟分でらっしゃって、兄弟分ということはあの、分かりませんけど、あっちは杯を交わしたとかそういう兄弟ということでございますよね。おそらくね、本当の兄弟じゃないですよね。あんま似てらっしゃらないですからね。その兄弟分でこうこんだけ世話しちゃうっていうのは偉いっすな。本当にお金があってやるんじゃないですよね。お金がなくてこういうのみんなさっと世話しちゃう、そういうことないですよ。先生怒んないですよ。本当に偉いなと思って勉強になりましたね。本当美味しい酒で、これ、いや、これどこの酒だ、うまいな、これ。あっちもね、なんかどっちかっていうとこういうことをね、パッパッパッって働くの嫌いな方じゃないんですよ。そういう性分でね、今クズやなんかやってたんですけど、本当はもともと古道具屋やってましてね、親父の代継いだんですよ。二代目っつうのはあんまりよくねえさ、目が利かなくてね、でこれが好きでね、これでいつもみんなしくじっちゃうんですけど、で人の世話焼きなんですよ、悪い性分でね、ありがとうなんて言われちゃうと嬉しくなっちゃってね、どん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 世話焼いちゃうんですよ。で親父によくこうと言われてね、てめえの頭の上のハエも追えねえくせに人のこと心配しちゃってバカかおめえやなんてことよく言われて、でもまあみんなが喜んでくれんならそれでもいいかなと思ったら、このありさまで今クズやしょうがねえ、本当に。どうもすみません、なんか5時になっちゃって本当にいい酒です。で本当に今日はありがとうございました。なんつね、でもよくよく考えると親方とあっちはどっかそういう少し気が合うとこがあるのかもしれないですね。そういうことかもしれないですね。いやすみません、こんな出過ぎたこと言いまして、ごちそうになってありがとうございます。じゃあもうこれ、ごちそうさます。じゃあザルとはかりを買い、好きだなおめえな、駆けつけ三べつからよ、もう一杯行け。いやいいじゃねえか、なんか面白い話が聞けそうだよ。そういう身の上話は俺好きなんだよ。そういうのを魚にしながら治ってといいんだ。それがよ、聞かせてくれよ。ほんとすいません、うち帰りますとね、ガキどもがね、腹すかしてピーピー待ってるんですよ。金稼がねえとね、おまんまにもありつけねえんで、あっちは我慢できんすけど、子供が泣いてんの見てるともう辛抱たまんないで、お願いします。商売で飲めって言ってんだ、この野郎、わかんねえかおい。怖い、もう怖いな。なんて言うかって聞こえますよ、そんな大きな声で言わなくたって、こんな近いんですから。いやいや、でも本当これいい酒ですよ。うめえこれ。いやでもね、本当にありがたいことでね、長屋の皆さんっていうのはいいこと言ってましたよ。花行ったでしょ、香典を集めにね。そしたら月花さんはね、花渋ったんですよね。そりゃそうですよ、サンタッパラね、ラクダさんにはひどい目に遭ってますよみんな。でも行ったのはね、いい人なんだ。タッツさんってね、下駄の入れ屋さんなんですけどね、あの人はよくね、いいもんね、こう売ってくれんだ。これクズもいっぱい出してくれてね、で親切でね、なんかおかずが余ったらくれたりなんかして、子供に食わしやつくんなって、タッツァンっていい人なんですよ。言ったんだタッツァンが、死にゃ仏じゃねえか、出してやったらどうだいってこう言って、言えないですよなかなか。いい人だ。だからね、みんな貧乏し貧乏してますから、わかるんですよ、つれえのはね。偉いなったんですよ。そこ行くと大家さん、ちょっと待ってくださいね。なんですかね、大家さんはね。じゃあね、どっちかっていうと大家さんとあんまりこう合わないっていうかね、気がこう、あなんつう、相性悪いっていうか、ここだけの話では嫌いなんですよ。だって花ねえ、カンカンの見て、ぜひ見て、踊らしてみろってそう言ったんですよ。ねえ、でカンカンのだいって言われた、あごめんなさい持ってきますって、そういうのはよくないですよ。
だったら花から出せって言うんですよね。わあ、男らしくない。よないって思いますよ。本当に。何ぞってえとね、あっちに顔合わすとね、俺の恩忘れておめえはってこうよく言うんですよ。恩知らずだなんの。さっきも言ってたですよ。まだお商売会社やって、誰のおかげでおめえクズ屋になれてやっていけると思ってんだ。路頭に迷ったらおめえをクズ屋にしさせたら、俺のその恩忘れておめえ恩を仇で返すやなんとか言ってましたよ。何を言ってるんだって思いますよね。こっちとらね、受けた恩は岩に刻む、かけた情けは水に流すってのは心得とるワインさんっすよ。それをね、顔つき出すたびにてめえは恩知らずだなってこと言われたら切なくなるじゃないですか。何よ、何が家主だいって言いたくなりますよね、そういうのね。本当、なんつったのよ、なんつか大丈夫か大丈夫だよ。何言ってんすか。もう一杯だけすいません、しょうがない、ここまで来たら、さっきまでなみなみついといて今度へこんでるってのは景気が良くねえんじゃねえな。そうだね、ありがとう、すいません、なんかね、どうなのかな。なんつか、なんつったんですか、死にゃ仏だそうですよね、死にゃ仏誰がって、ラクダさんが死にゃ仏ペグの野郎、あれちゃペグ、誰が死にゃ仏だ、あんた兄弟分だったらちゃんと知っとかなきゃダメですよ、教育がなってないですよ。なんとって言って、サンタパラいじめられましたよ、あっちはもう、こうあれかいこれかいって言って金ってと殴られて、買っても殴られんだよ、ほんとだよ、おい、くじゃーって、ね、ある時行ったら、これ買えって、ね、何ですかあったら、地べたに丸変えてこれ買えって言うんですよ。ちょっと問答ですか、ちょっと時間ください、考えますからって言ったら、本気で言ってんだって、パカンって殴られてね、50文取られたんで、地べたの丸だよ。それで、決してマイルありって言ってたよ。と、なんなの、ちょっと面白いじゃないですかね。だなんか不思議だよ、この人は。もうまあいじめられたね。でね、これね、面白いんですよ。聞いてくださいよ。ね、親方聞いてくださいよ。なんか、ね、あっちなんかよく表ブラブラね、商いに行くと初めて会う人に、なんか面白い話とかねえのかいとかよく言われるじゃないですか。で、これを言っときゃ必ず喜んで笑ってくれるって話がこの人にあってね、ある時ですね、ちょっと待ってください。おい、クズ屋、丼鉢が揃いで4つあるからそれ買ってけってそう言われたんですよ。で、見たらね、シビも減ってねえし、柄もなかなかいいからいいじゃないですかったら、いくらで買うって言ったからね。で、1つ50文で200文でどうすかったら、おお、いいね、じゃあもう売ってやるよって言ってね、200文払ったの。そしたら、ラクダさんがね、蓋もあるから忘れんじゃねえぞって言うんですよ。蓋って聞いたことないでしょ、丼鉢の。どれですかって見たらね、蓋の真ん中に長寿庵って書いてあるの。これことによって表のそば屋のじゃないですかあったら、もういいんだよ、俺が買ったんだから、どんぶりも俺のもんだからおめえ持ってけって言われたから、いや、どんぶりは違うんじゃないですか、それ返せなきゃまずいんじゃないですかって言ったら、だったらおめえ返しといてくれって言われてね、そうっすかねって言って、そば屋持ってて、どんぶり鉢返しに来ましたったら、そば屋のおかみが、そば代まだなんですって言われて、俺立て替えて、で、ラクダさんにそば代立て替えたんで、くれませんかって、てめえこれでもくらい、パカンって殴られたんで、これ初めからちょっと順応って言ってきますと、
俺は200文取られて、そばをごちそうして、しまいに殴られたっていう声だから、初めて会った人にこんな面白い話があるんですよって言うと、そんなこと本当にあんの、くず屋さん面白いですら、傑作だねって、はははって笑うんです。それで、何笑ってんだよ。俺が笑うと、なんか、それかな、それは、笑えるのかなと思ったね、今ね。わちょだよ、わちょだね。もっと面白い話があって、ちょっと待ってくれ。おい、クレア、あの、しだれ甚五郎の掘ったカエルがあるから買ってけって言うんですよ。しだれ甚五郎がカエル掘ったなんて聞いたことないけど、本当って見たらね、これはなかなかいいカエルなんだ、出来のいい。しだれ甚五郎とは言わないまでも、うん、いいんじゃないですか、これ言ったら、いくらで買うったらね、そっときたま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 一部が入ってたんで、一部なんて大金持ってねえよ、普段。一部あったんすよ、あれ。一部で出すかって言ったら、一部豪気なもんだな、よく食ってやるって、ありがとうございますって、一部払って帰り持ってきますから、はい、大事に持ってけよ、ありがとうございますって、帰りに手を伸ばしたら、この帰りがぴょーんぴょーん、生きてんですよ、これが。これ生きてるじゃないですか。ダメですよ、ラクダさん。生きてるカエルに一部は高すぎる。生きてんじゃねえんだ。次第人五郎が掘ったから魂がこもってんだ。なんなら泣かしてやってもいいぞって。いや、それはダメだよ。生きてるカエルに一部は高すぎますから、一部返してくださいよったら、てめえかぶって言ったな、こっち帰って。タブサつかまれたあの柱に、これでも暗い。ギャーンって、ぶつけられて、ここザクって切れて、血がダラダラダラって流れてさ。で、家帰ったんです。ね、家帰るとね、重視を頭に強引子供って言ったでしょ。重視っつうのがね、女の子なんだ、一番上が女、下は固まってこう4人こう男、女の子ふっと入って男男って、そういうことよ、子供が。ね、香川の遠野向くわに死んじまって、その一番上の娘が、香川みてえなもんでね、いろいろやってくれて、俺のこの傷見たらね、弟に「みんなお前表遊び行きな」ってそう言ってくれてね、でみんな表バッて出して、で水がめでこう手ぬぐい湿らして絞ってこれ持ってきてくれて「お父っつぁんおでこ拭いてね、血出てるから」。いつもはいつもお仕事ありがとう、大変でしょうけど本当にありがとうございますって言ってくれてね、こうこう拭いてくれて、なんて情けねえんだなと俺は思ったんですよ、思ったんですよ。お前あの時ね、この野郎の、ね、耳たぶ一つ目ん玉一つくり抜いて食いちぎって目に物見せてやろうかと思ったけどね、そんなことして俺は帰り討ちにやって死んじまったら子供たち路頭に迷い何もなんねえなと思って僕は辛抱したんだよ。その勘弁してやったんだこの野郎、分かるかおい、我慢したんだぞバカ。したな、おめえれよ、今日で、何言ったお前、今今日でっつったかこの野郎、てめえらヤクザもんは何ぞってとそうやって今日で分こさえて喜んでいるけどね、そういうのは俺は気にならんだよ、大体俺はもう一匹狼で生きてきたんだよ今まで。この辺ってなクズ屋の九さんつってみろ、泣くも黙るんだよ、ちゅうめえ。ピャッ。おい、言ってみろ。え、今、名前教えたろ？言ってみろよ。俺の名前を。クズ屋。クズ屋の九さんじゃなかったっけ？誰がクズ屋のぎゃ当たりでーす。
キューさんでーす。もうよろしくどうぞ。あ、もう俺は今日ご機嫌だから、あら、俺勝負なんか行かないよ、ほっとよ。なほん、じゃあもう一杯もらう。大丈夫か、カバの蓋が開かないってね言ってた。あのね、商売に行かない、あの子供が、ねえってなっちゃうやろ、カバの蓋が開かないだ。赤の他人に人んちの財政に立ち入ってもらえたがねえんだ。釜の蓋が開かなかったら鍋の蓋でもずらしとけ、こっちおめえ。え、何よ、金がねえなあ、おめえ娘吉原叩きぐらなんとでもなんだバカ野郎おめえ。おう、こったらな、雨降り固まやみまずれいろんなことがあんだい。そのたびにしやろうな、クズ屋とクズ屋の時は少しばらく行くんだおめえ。つげおめえ、つげって、俺が優しく言ってるうちにつげたのだ。だだ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 、すみませんね。すみませんね。俺も今日勝負なんか行かねえからな、おめえとおめえ一晩中飲み明かすから覚悟しろ。気も据えてかかってこいよ。ってなって、ね、何よ、一人でもそもそ食ってんだよな。あ、一人でもそもそ食ってんじゃねえって言ったら、大体おめえこういうものを誰のおかげで支度が整ったと思ってんだおめえ。俺のおかげじゃねえか、なんでお一ついかがですか、兄さんって言えねえんだ、バカをね、やろ。風邪から、パッとペッ、なんだこれ、芋じゃねえか、ね、芋で酒が飲めるかい、表の魚行ってマグロのブツ持ってこい。いや、言ってもいいけど、くれるかな、くれるのくれねえの言ったらな、カンカンの踊らせろ。酒が飲みたくなったんで、僕はすぐに帰ります。皆さん素敵な日曜の夜をお過ごしください。また明日、一日お疲れ様でした。一之輔でした。